どうも、今回はゼラオラやっていきたいね。スパークとワイルドボルトの方を今回は使っていきたい。前なんかボルチェーン放電使ったけどね。ボルチェーン放電の簡単方だ、簡単な感じするけどね。ただワイルドボルトをちょっとむずい。当てんのがね。当てたらね、すごい火力出ていいんだけどね。あとなんだ、集団戦か。集団戦でね、沼ったらね、すぐ行っちゃうから気をつけなきゃいけないね、そこら辺は。で、持ち物は力の鉢巻きに、猛攻ダンベルに、またセバリアでやっていこうかな。火力全振りでもよかったんだけど、まあ、なんかそんなになんか、あんま関係ねえかなって感じはしたから、まあ、適当に最低限の火力アイテムだけ詰め込んで、猛攻ダンベルちょっと積んでいきますか。まずそこだよね。あとゼラオラ成長スピードがそんな速くないっていうのがあるよね、やっぱり。ちょっともぎ取っていきたい、これは。さあ、殴ってで、はい、取っていく。いいね。素晴らしい。いいね。あとはちょっとここら辺に、エイパムがいるから、エイパムちょっと、取られないように。はい。完璧すぎ。で、そっちが殴ってくるならば、俺は5ポイントを積み込んで、はい、じゃあね。こっちに逃げる4。まさかの。まさかのこっちに逃げていくスタイル。え、追ってくる。うわ。激横じゃん。激横じゃん、あいつ。さあ、引きますか。これクソガキムーブ。クソガキムーブかましておいて、しっかりと引いていく。いや、まさかのわけわからんとこから、圧力かけていこうぜ。痛い。あれ、エフィーかな？なんだろうね。来た。よし、取れた。めちゃ取れた。いい感じ。めちゃくちゃいい感じ。はい。いいよ。で、コスプリートを使って、ルカリオが逃げるんならば、よし、来た！いや、切り裂かった。ただ、ルカリオが逃げるんだったら、俺はこれをしっかりとこいつを切り裂いていけばいいだけなんで、2ポイント突き込んでおいてで、ルカリオしっかりと切り裂くって、1ポイント決め込んで、いや、めちゃくちゃいい今回。やばいよ。だいぶね、火力出してるよ。素晴らしいよ。まあ、でも集団戦だよね、集団戦。大事なのはやっぱ集団戦だから、まあ、スパーク覚えて。ボルチェンだったら突っ込んで引くっていうのができちゃったりするんだけどさ、じゃあね。いいね。グラパン来るかな？グラパン来てもだって、そんな痛くないよね。さあ、時間はまだたっぷり結構あったりするから。ちょ、ゼラは成長スピード遅いからこれもらって。待って。これ7レベルになったらめちゃくちゃ熱いんじゃね？もうだってあれだよ、ワイルドボルト覚えれるよ、きっと。いけるよ、俺。いいのか。多分あいつ動いてくれなさそうだもんな。じゃあ、ルカリオをみんなで縛いて、あ、いいね。ルカリオを縛き上げて、あれしよっか。てか、そいつ潰したよ。はい。で、はい。で、引き寄せて、切り裂いて、いいよ、完璧。7レベルになって、8レベルであれか、技の更新終わるのか。いや、それめちゃくちゃナイスだよ。いや、本当はね、もっと早めに下に行ってあげたかったんだけど、ちょっとね、ちょっと状況が悪いわ。一旦帰っ、待て、無駄なことした。めちゃくちゃ無駄なことした。初戦参加したい、あまりなんか、めちゃくちゃ無駄なムーブしちゃったんだけど、まあもうこれはもうね、しっかりと回復していった方がいいね。で、8レベルで多分技の更新が来るから、来い。ワールドボルト。早すぎる。危ない。いや、ここでワールドボルト覚えたらめちゃくちゃ早いぞ、マジで。やばいよ。待て、やばくない？冷静に考えて。いいね。さなくて。で、はい、はい、張り付いて。で、ワールドボルトって。はい。おい、木にもしっかりと、スパーク打って、で、そろそろ引くか。危ねえ。そろそろ引いていこう。待て。やべ。やべ、全然気づかなかった。ただもう敵削ってるんだと即殴っちゃっても全然いいよね。ナイス、いいね、それ。最高。ワールドボルトって。オッケー。で、スパーク吐いて。もう一度スパーク吐いて。できればあっち殴りたいけどね。ただちょっと落ち着きプレイでは大事だ、これ。落ち着きプレイして、で、味方にちょっと突っ込ませておいてみたいな感じかな。殴るんだったら、待て。あぶね！うまいことかわしたけど、スパークって。くっそ。うまいことなんかワイルドボルトの無敵時間でさ、かわしたのはよかったけど、その後のあれだよね。ミスったね。いや、オーロットの回復力エグいね。なかなかにエグいね。ただ今回俺成長スピード割と速いから、割と早いからさ、なんかうまいこと、なんかできそうだよね、なんかね。あとはそこの、蜂とかも、いや、蜂に突っ込みたくねえな、あれ。ちょっとしんどいかもな、ちょっと。ここら辺とかも買っていきたいけどさ。買っていきたいんだけどさ。しんどいかも、なかなかに。ワイルドボルト当てて。ちょっとワイルドボルト当たんない。強化器打ってて、しっかりとワイルドボルト打って、潰しといて、あとはどう来る？これ。
これもスパーク単体でいけそうな感じあるよね。で、ワイルドボルト使って。いいよ。ちゃんとスパーク当てればワイルドボルトの回数とかも増えるからさ、そういうのをうまいこと使えばいけるっていうね、感じはあるんで。これちょっともう、いないと吐き散らかして、で、回復して、で、スパーク打って、ワイルドボルトって、いいよ。ワイルドボルト打って、削り取っていく、しっかりと。今のうちにしっかりと40を決めることによって、こう割れる希望がね、全然見えるからさ。オッケー、逃げて。いいよ。いいね、この機動力いいね、機動力。ナイス。やっと使えた、異次元ホール。危ね。なんか来てなかった。あ、来てるね。そのままスパーク打つわ。ワイルドボルトか。そのままワイルドボルト打って、で、ここで、スパーク使って、しっかりと削りを入れていくと。いいね。スパーク打った後って、こういう、なんか特殊攻撃に変わるよね。で、俺飛んでも多分無駄だわ。待ち時間あるから無理だわ。もう一丁行こうか、もう一丁しっかりと削っといて。次が強化攻撃になるけどね。ただ、使いこなせてはないんだよね。ぶっちゃけね。強化攻撃なんか、出るまでが結構遅いから。さあ、ワイルドボルトでも、素手ワイルドボルト打って、気持ちよくなっていきますか。さあ、あとは、しっかりと、削り入れて、相手潰して、で、ワイルドボルトで、張り付いて、ぶっ潰すと。危ね。一旦かわしますよと。いいね。早く誰か決めて、早く。ナイス。いいね。いいね。やっと決めた。ナイス。助かる。めちゃ助かった。まあ、上レーンちょっと、割られちゃうかな。どうだろう。ルカリウカなんかが上、多分上残りめちゃくちゃしてるから、そいつだよね、きっと。はい。はい。殴ってで、スパーク打っておいてで、もう一度スパーク打っておいてで、あとは、ワイルドボルトしっかりと、決めておいて。痛いな。だいぶ痛いな。でもあいつはもう多分終わりと。さすがに逃げきれん、こっからは。さすがに逃げることはできないから。あとはしっかりと、削りだけ、入れていこっか。あ、これスパークって強化攻撃打てば2回分回数増えたりもしそうだからね。ちゃんと狙えばよかったね。あとはもう14レベル。14レベル目指してさ、やっていきますか。14レベルいけたら、最高だな。そしたらワイルドボルトがアップグレードされて、あれなんだよね。なんだっけ。範囲攻撃になるんだよね、ワイルドボルトが。めっちゃ良くないそれ。やばいよ。やばいよ、ぶっちゃけやばいよ。さあ、オーロとかどう来るかな。いや、一旦、飛んで。まあ、ゼラオラ使ってる以上先に狙われたくはないんだよね。そう、まあ、いいや、じゃあ、レベル上げでもするか。はい。相手のルカリはめちゃくちゃこっちを荒らしてくるな。大好きな俺たちの陣地。俺たちの陣地に目がくらんでる、やつは。じゃあ今、下レーンに5人で集まることできればいい感じに、あれなんかな。うまいことになるかな。はい、削っていいよ。で、こっちはいるっちゃいるけど、ワイルドボルトで突っ込むのも、カメックスが辛いんだよね、やっぱりな。カメックスだよね、辛いのって。来た。はい、はい、はい。素で打っていく。いいね。あとははい。うわ、14レベルなれんか。まあ、いいや、多分なれる、どうせ。さあ、これでワイルドボルト完成してよ。最高の。待って、ただ、やられてんのか。なんかにやられてんのか。あいつ無視でいいな。あいつ無視でさ。真ん中集合でいい。ルカリは集団戦やってねえから。はい。で、殴って。で、待て。スパーク打ちたかったけど、一旦スパークあれだわ。頭打ちだわ。月光が来るまでかな。ナイス。それめちゃくちゃいい。一旦削るわ、そのままもう。素手打ってさ。で、いないとぶち込んで、ぶっ潰して、あとは、ルカリを来た、ルカリを。ルカリをしっかり削っていこう。ルカリを削って、待て、ワイルドボルト打って。違う、そっちじゃない。よし。なんかわけわからんね。何これ。お前わけがわからん。何が起きてるかわからんな。まあいいやな。まあいいや、火力感じれたからさ。15レベルだし、全然いいんだけどさ。これ敵終わりだよね、だってもう。これ全部決めたら、だってここだけ300点あるし、多分500点ぐらい。500点満点ホームランじゃん。いや、完膚なきまでに叩き潰したね。いや、もっと俺沼るかなって思ったけど、今回の俺の動きね、結構良かった。思ってるうまくいった。ナイス。いや、なかなかいいね。素晴らしい。素晴らしいよ。ゼラオラの火力はワイルドボルトで。あとアップグレードできたらね、集団戦も最高になるしね。まあ、あとなんかちょうどいいところでさ、ワイルドボルトとか打てればね、例えばなんか、敵の体力がさ、もう少しの時とかは、まあ、スパーク素で打ったりとかね、うまいことそういうの調整とかできればさ、まあ、スパーク2回当ててワイルドボルトの回数調節して、無駄なく仕留めるみたいな。
そういうのできたらもう最高だよね。ダメージ感覚を養わなきゃいけないけど。え、それ、そういうムーブ？なるほどね。やべ。あゆに D いるんだけど。しゃべくり7じゃなんか、はい。ナイスいいね。1ポイント突き込んでいきますか。ナイスいいね。早めの、押しできたね。リザードンが。なるほどね。そういうムーブが。あっちいね。あっちね。そのムーブ。さあ次は？来た。見つけた。ダメだな、これ。一旦引かなきゃ。死ぬね。結構ね、リザードン強いんだよな。普通に嫌なんだよね。火力。最初の。あげたいんだけど、普通に。あげたい。ナイス。S 場にもなってもらわんといかんからさ、やっぱり。それちょっとしんどいよね。さあ、次はどうなる？うまいこと、ちょっと切り裂く。切り裂く。はい。ダメだ。強すぎ。待って、めちゃくちゃ強いけど、うまいこといくかな。いかねえな。死ぬな、俺これ。危ねえ。マジ危ないんだけど。2個食いして、で、吸っていて、来た。よーし、完璧。お前今、動きが甘くなったな。さあ、あとはしっかりと殴りを入れて。いい感じ。めちゃくちゃいい感じ。で、吸ってて、通常攻撃の火力上げまして、2連キルからの、どこに行くんだよ、INDおい。いや、これはね、一旦ね、殴って、いろいろやりながらさ、レベル上げに専念した方がいいな、きっと。そんな感じがする。そんな感じしかしないよ。完璧。来るかな、INDさあ、どうなるかな、これ。いけるかな。戻るな、戻るな、おい。頭センシティブがよ。戻ってんじゃねえよ。戻られたら俺さ、吸い込めんくなるよ、これ。すごい困っちゃう。まあ、機動力上げまして。いいね、でも今回ウェレン制圧できてるからさ、すごいね、楽に。だる。来た。待って、見つかったじゃない。来た。待って、これさ、一旦さ、引いた方がいいや、これ。危なすぎる。まあ、やられちゃったらしゃあないんだけどさ。これ、シャレンでいいな、もう。うん。シャレンに。ちょ、飛べねえ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 。飛べねえ。そうだね、俺もちょっと今から下で向かうわ。ちょっと遅くなっちゃった。本当は、7分20秒に向かうってのが一番いいんだけどさ。相手でも上レーンになんかリザードンとか残ってるから、下2人なんだよね。下2人だったら、割とガンガン目にいっちゃってもいいんだけど、でもなんか、明確なタンクみたいな、いないんだよね、あんまり。はい。はい。で、そっちじゃない。まあいいや、ちょ、待って、ミスった。いや、スパーク最後の1個引くのに残しといたんだけど、なんか敵にさ、敵に引き寄せられて、わけわかんねえ突っ込みになっちゃったんだけど。まあ、でもさっきの試合もあったからね、これ。まあ、とりあえず、1試合に1回はさ、スパーク制御不能にならないでさ、ダメなんすわ、やっぱり。リザードさ、マジか。マジか。みんなでリザードワンチャン殴れればいいんじゃねって思ったけど、ダメだな、ちょっと強すぎる。そこで。そこでユナイトもマジ強すぎる。ただ、かじり亀取ってるな、その間に。いや、ガチナイス、それ。本当にナイス。そう、集団戦に突き入る隙がね、なかったわ。全然なかったわ。これ、うまいことやれば、スパークで妨害無効になったりしてできるからね。それいいよね。よし。ワールドボールと覚えて、撤退してんのか。撤退してるんだったら、ちょっと俺も、じゃあ、引いてもいいかなって感じは。あるんだけどさ。引いていこっか、じゃあ。そこ刈らないんだったら、じゃあ俺ここ、もらっていこっかな。結構ワイルドボルトで素で打っても火力出るからね。それなかなかね、いいよね。素で打ってもちょっと火力出んのに、やっぱもう、スパーク3回当ててからのみたいな、できればもう最高よ。最高よ、それできれば。はい、完璧。で、打って。で、はい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 。やばっやばっえ、何今の？そんなスパーク当てたっけ？そんな当てたっけスパーク。下にやばいな、なかなかに。ただ、今さら。OK、ナイス、いいね。最高、それ。今さらちょっと下に。いや、行けばよかったな。でもそれ戦ってるんだったら俺の、スパーク打ってで、スパーク打ってで、ワールドボートで刺して。いいよ。完璧。40ポイントか。ちょうど割れるな。まあ、割ってもいっかも。割っておいて、いや、多分ね、借りたいけどな。なんか、リスクあるな。なんか、下連行って、かじり亀戦に備えた方が良さそうな気がする。上荒らすのもありだけど。多分ね、湧いてるから、ちょっと荒らしたいけどね、できれば。荒らしたいけど、もう下連に、しっかりと集合しといて、うまいことやってきたよね、できれば。よし！
あのエイフィーちょっとめんどいな。めんどいね。ナイスクーパー、いいタイミング。リザードンが戻ってこれるかな。めっちゃいいタイミング。さっきた。ルカリはしっかりと。で、早めのワイルドボルトでしっかり削り入れといて、で、ナイス、いいね。で、一旦ちょっとワイルドボルトが溜まるまで引こうか。引いておいてさ。ユナイトをしっかりとカメックスにぶち当てておいて、大丈夫かな、人で。あとは、あのニンフィアに、エイフィーか。エイフィーにしっかりとぶつけて、やばすぎ、何この火力。来た。はい、5つ目、捕まえた。ナイス、いいよ、完璧。いいね。素晴らしいね。いいムーブ、いいムーブ。落ち着きプレイ、光ってるよ。あと、適当に今、この辺とか。借り尽くしといてさ、意外と入ったね。 OK、 完璧。開放線は食らわないからいいとして、フォースブラストも大丈夫。そこをちゃんとね、いろいろやっていきたいけど、終わり際でいいかな。終わり際に狙っていきたいね。で、ここでしっかりとワイルドボール取って、いいよ。かわせてる、かわせてるけど、かわせてるけどだね。かわせたけど火力出らんな、やっぱりな。素手ダメだね。素手打つだけじゃね、ちゃんとスパークぶち当ててって。なんかあのユナイトスパークでさ、妨害無効にしてかわして、ヒュンヒュンヒュンってやってワイルドボルト打てたら最高だよね。そんな人間離れして技できる人おらんけどね。カメックスのユナイトスパークでかわしながらいろいろやるっていうのはなかなか無理がある。さて、適当にこの辺で買っといて14レベル目指しますか。いけそうなんだよね、ワンチャン14レベル。さあ、ここでこれちょっと素手ワイルドボルトかましていいかな。はい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 。で、スパークかまして。もう一度スパークかまして。いいよ。もう一度スパークかまして。いいよ。これちょっとしんどい。撃て、ワイルドボルト。マジか。発動はしたけど。当たってればこれ破壊光線避けれる、かわせるっていうのがいいよね、なかなかね。ギルガルドの機動力。てか今回ギルガルドいるのも結構頼もしいな。あとエスバが殴ってくれるっていうのもなかなか、すごい頼もしい感じはあるよね。まあ、あとは14レベルなれる。どうなんだろうね。ちょっときつ、きついかな、ちょっと。今回ちょっと、ま、ノロノロしてもいいかもしれんね。あの、フーパーがいるからさ。フーパーがいるから、ノロノロ、ノロノロ気味でもさ、ワンチャンいいかもしれん。はい、ナイス、いいよ。あと、ここあれば14レベルなれるから。あと、回復できるのもいいよね。あの、強化攻撃かなんか打ったら。一旦帰るか、これ。一旦帰って、で、体力。満タンにする。317も怠らない、この回復力。行くぞ。こっから本気出す。こっから本気出す。明日から本気出す。ダメ人間の構えよ。ルカリオにさ、打ちたくないんだよな。どうしよう。ナイス、クーパー。めちゃくちゃナイス。いいよ。はい。打ち潰そう、まず。スパーク打つか。一旦スパーク打って、で、ユナイトをね、打ちたいけど、一旦あれだな、あの、落ち着きプレイでいきたい。あいつ打つのも悪いけど。やべ、めちゃくちゃギルガルド耐えてる。めちゃ耐えてる。まあ、機動力ありすぎ、あいつマジで。まあ、機動力ありすぎ。まあ、そう、殴った方がいいです。まずは殴って。殴ってさ、スパーク当てて、で、ワイルドボルトしっかり削り取る。いいね。敵がおろそかになってる間にしっかりと削り取っていく。いいよ、ちゃんと見てるから。マップちゃんと見るのって、大事だよね。はい。で、じゃあね、ルカリオ。さらば。さらばルカリオ。帰らなきゃいけない理由が俺そこにあるわけよ。しかもフーパーいいね。ちゃんと上と下で分かれてくれてるから素晴らしい。あとはこいつをスパークで、スパークからのスパーク。なーに、ワンチャン3回スパークで追いつけそうだったけどね。まあいいや、落ち着きプレイだな。とりあえずは、とりあえずはもう完全に落ち着きプレイ。冷静に、そして切り裂いていく。でも今回ね、あの俺たち硬いやつ、硬いやつ、ギルガルド硬いけど、ギルガルド以外は結構やばいからさ、あの、リザードンのユナイト、ギルガルドがさ、盾の姿で、強化攻撃打ちながら回復しながら耐えてくれたのが、あれめちゃんこでかかった。相手のリザードンからしたらめんどくさいからね。さあ、ここで来たか。我がライバル。ユナイト入ってないんだよね。そろそろ吐きたいより、ユナイト。ユナイトそろそろ吐きたいからね。ナイスいいよ。さあ、ユナイト吐くか。いないといて、いないとぶちかましてで、はい。で、強化攻撃打って、で、あとは、どこ行った？来た。カメックスをしっかりとこの削り取って、やっていく。全然。で、カメックスは硬いな、やっぱり。土屋、鈴谷重造ってあれじゃない？東京グールじゃない？それ東京グールだよね。合ってるっけ？でも東京グール RE からわけわからんくなって、もう、見てないんだよ、途中から。
わけがわからんくなった。今回敵にジュナイパーがいるから、もうそいつを執拗に狙っていこう。ゼラオラの仕事やそれが。いやでも結構意外と、なんかなんだかんだ今日マジでちゃんと使えるか心配だったけど、結構いい感じにね、なんかなってるわ。安定してキルが取れる、めちゃくちゃいい傾向だわ。またしっかりと削っといてさ、まんべんなく削っといて。ごめん、こんなポイントいらねえんだよな。2ポイントはね、渡したかったな。ワンチャン木狼とか結構めんどいもん。早くないくんの。そっか、あれしてんのか。はい、はい、で削って。そっちじゃねえ、そっちじゃねえ、俺が削りたかったのって。違うんだよな。まあいいや。でも敵の中央レーン、あれだよね、来るの遅くなるよね。こっからのフィーバータイムを始めるかもしれんね、もしかしたら。ちょっと5ポイント決めていきたいな。高速糸と切り裂くがあればなんとかなるとは思うから、それでやっていこっかな。ナイス、いいね。でスッて引いて、痛えな、めちゃんこ痛いんだけど、やばすぎる。さあ、あとは筋肉ジャズって何それ、何その名前ジャズって、ジャズってなんかもっとゆったりしたイメージがすごいあったんだけどさ、スッていってしっかりと4ポイント決めておいて、でお前が殴ってくるならば俺はしっかりとこれ食って、でこっちから逃げていいな。全然こっちから逃げるのありだな。いや、追いかけられてるかなそれ。大丈夫かな。大丈夫だね。あとはスッていって削って。マジかそれ、意外とハピナスのあれやだな。やらかしたな俺。もっとうまいこといい感じ削りたかったんだけど、削りすぎた。さあ、あとはね、また適当にやっていきますか。よし、完璧決めたりしてね。8レベルになっていきたい、とりあえずは。あ、3レベルだからめちゃくちゃ遠いけど。で、ジュナイパー結構あれなんだよな、通常攻撃早いから決めれるかどうか分かんないから、もういいや。このまま下レーンに行っといて、あれしよう、決めれるようにさ。ワンチャン決めれっかな。いやでも下レーンの方がレベル、敵のレベル高いからさ、多分ちょっと厳しかったですよね。ナイス、いいね。ゴスブしたらめちゃくちゃいい。で、切り裂け、いいよ。で、スパーク覚えて、いい感じ。あとは、あいつ一人じゃねえわ。はい、で、削ってしんどいな。ナイス、いいね。あとは適当にちょっと削り入れていこうか。相手のジュナイパーいないんだったら、まだジュナイパーになってないからそんなにあれな気がするんだよね。撃ち抜かれたり急に死んだりとかなさそうだからさ、まあまあうまいことやれればいける気がする。で、ちょっと1レベル足りん。全然上レーンスタートで7レベルはめちゃくちゃレベル高いけどさ、ゼラオラとしてはちょっとなんか微妙なラインというか、すごい微妙だよね。アマージョとかと勝ち合いたくもないしな。あ、これ勝ち合える。アマージョ引いてるんだったら殴ってさ、今殴るチャンスなんじゃないかなって説は割とあるけどな。走り紙のドンって言われたら辛いけどね。来た。で、アマージョ殴って潰して、で、スパーク打って潰して、で、いや、ちょっと硬すぎる。俺、ジュナイパー狙ったつもりがカメール狙っちゃってたわ。だいぶやらかしてる。さあ、打ち抜けるかな。あー、惜しい。どんまい。俺が沼っちゃったからね。やっぱワイルドボルト覚えてからじゃないとちょっと微妙いわ。足りん。火力が足りん。圧倒的に火力が足りんから。さあ、ワイルドボルトだけ覚えておきながら、ワンちゃん、させそう、ワイルドボルトで。落ち着け。で、スピード使いながら、ここだな。で、削って、よし！ちげえ、そうじゃねえだろ。いや、まあでも、めちゃくちゃいい感じ。超いい感じに。荒らせたから、スパークって。これ2回ぐらいスパークってなきゃちょっと厳しいかもしれんね。ナイス、いいよ。で、よし、ワイルドボルトかまして、いいね、それ。マジか、そこで来るか。全然見えんかった。やるな。ユナイト入ってるから大丈夫かなって思ったんだけど。やるな。そう来たか。ただやっぱワイルドボルト覚えてからこの火力の上がり幅、半端ないね、やっぱ。キルが取りやすくなった。だいぶ。あとはそうだな、ユナイト技か。ユナイト技でね、やっぱ成長スピードがね、ちょっと遅いね。次はこのスパークで、しっかりと
削り入れてさ、やっていこうぜ。10レベル。10レベルにもなっていきたいね。できれば。味方のカメックス、それ。ナイスいいね。で、ナイスいいね。で、ワールドボルトで削り取って、痛い。で、これ敵のマージョか。ごめん、全然あれだわ。集中力欠けてるわ。まあまあいいや。下レーンでユナイト履ければいいからさ。ユナイトワンチャンここで履こうかなって思ったけど。ここで履ければいいや。ロトム突っ込まれるかな。ちょっとなんか嫌だな。嫌だね。下レーン行きたいけど、ロトムも突っ込ませたくない。どうする？いや、これはね、処理でいくか。処理でいくか。味方、これ味方に判断を任せてしまったね。ちょっと全然殴れてないんだけど。処理任せても、あれしようぜ。いないとワンチャン、吐きたかったけど、3分30秒ぐらいまでには、吐いていきたい感じは、割とあるんだよね。なんか上レーンでに、なんか敵が来そうな気がするから、そこで吐いて、行くっていうのも、まあ、ありだし、全然。はい。来るかな、敵。終わった？ナイス、いいね。じゃ、下レーン割りに行こっかな。間に合うかな、でも。あと10秒ぐらいで吐きたいけど。来た。こいついいや、じゃあ。ちょっと、張り付いて。で、そろそろ、まあ、ワイルドボルトで多分、仕留めれるから、いいよ。で、カメックスもいるけど、ちょ、捨てワイルドボルト落ちたい。いや、外した。いいね。スピン来るかな？スピンか、こいつ。俺狙われなければ全然いいんだけどさ。そうそう、終わる。終わり際にしっかりとワールドボート打ち込んで、痛いな、痛いな、めちゃくちゃ痛い、めちゃくちゃ痛い。めちゃくちゃ痛いんだけど。ハピタスに今、ユナイト入った？いや、溜まりそうだね、でもハピタスのユナイトの数。数っていうか、秒数がちょっと頭に入ってないんだけど。いや、なんか、熱そうな試合来たね。めちゃくちゃ熱そうじゃない。とりあえずなんか、アップグレードしないと。話にならんかなって感じはあるな。強化攻撃でもワイルドボルトのあれ増えるからさ、なんかうまいことやっていきたいよね、できればさ。よし、いきますか。かじり紙でも無理じゃね、もう秒数的に。これ戦えればいいんだけどな、まあ、カメックスに前出てもらって、後ろからちょっとぶっ刺していくっていうのが一番いいからさ、それでやっていこうかな。ナイス、いいね。で、あとは、しっかりと。これ、追いましていいね、これ。で、ワイルドボルト押し込むが。はい。はい、完璧。痛いなぁ。めちゃくちゃ痛い。で、帰るか。だから、なんか反射的にスピード入っちゃったんだけど、別に吐く意味なかった。順位レベルだけど、スパークがアップグレードできてるから、もういいかな。ここでさ。こんな感じ、今。月光が見えてたよね、今ね。殴ってんじゃね、これもう。殴っておいてさ、痛い、マジで、吐いて、潰しておいて、ちょ、取られた、最悪。ちょ、スパークで追いかけて、これに逃がすなよ、これ逃がすなよ。これいける？